皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、韓国政府と韓国の報道機関、これが一体となって国民に政治宣伝工作を仕掛けているというその実例について取り上げていきます。一体どのような例かというのを一つ見ていきましょう。というわけで今回のニュースはこちら。韓国政府は我が国の防疫体制というものは非常に素晴らしく、世界から称賛されているというシナリオを作り上げ、それに沿った報道というものを行っている報道機関もあります。その一例として今回取り上げるのは、韓国の新型コロナウイルスに対する診断キットです。この関連ニュースについては様々なツッコミポイントがあるので見ていきましょう。というわけで、韓国政府と報道機関が一体になってデマ、フェイクニュースを流しているのではないかといったその実例について見ていきましょう。それではニュースをどうぞ。韓国診断キット FDA 事前承認獲得、アメリカに輸出可能に。韓国メーカー3社の製品が27日に事前承認獲得。トランプ大統領、ムンジェイン大統領に支援を要請。感染者が急増するアメリカに輸出される予定。新型コロナウイルスの診断キットを生産する韓国メーカー3社の製品が27日にアメリカ食品医薬品局 FDA の緊急使用承認手続き上の事前承認を取得したと韓国外交部が28日明らかにした。新型コロナウイルス患者が急増しているアメリカに韓国産の診断キットが迅速に供給されるとみられる。外交部は今回の韓国産の3種の診断キット製品に対する FDA の事前承認が異例に迅速になされたと明らかにした。24日の韓米両国首脳通話で、ムンジェイン大統領がドナルド・トランプ大統領の要請により韓国産診断キットの支援意思を表明し、 FDA の承認手続きが必要である旨を言及すると、トランプ大統領が直ちに承認されるようにすると応じたことに伴う後続措置の結果と評価されると説明した。外交部の高位当局者は、診断キットの支援について最も優先的な考慮対象はアメリカとし、爆発的に感染者が増加しており、トランプ大統領も私たちに要請している。韓米同盟の次元でアメリカも私たちに対して入国禁止をしておらず、通貨スワップもしているため相応する措置が必要と考えると説明した。最近、全世界的に新型コロナウイルスが拡散し、117カ国が韓国に対し診断キットをはじめとする防疫物資の輸出と人道的支援を要請したという。中でも韓国産の診断キットに対する需要が高い。いかにも韓国が世界中から求められている。そしてアメリカも診断キットに対する事前承認というものを政治的に早くしてくれたのだといったようなニュースだったわけですが、この内容には非常に問題があることが同じ韓国内の報道から声が上がっています。アメリカ FDA が韓国診断キット事前承認、韓国外交部のフェイクニュースか。承認していないのにムン政権の功績として発表。業界は株価操作と何が違うのか。韓国政府の韓国の新型コロナウイルス診断キットがアメリカ食品医薬品局 FDA の事前承認を受けたという発表にフェイクニュース疑惑が浮上した。韓国政府が4月の総選挙前に韓国の貿易は世界最高と宣伝するため、結論が出ていない FDA の診断キット承認権を決定済みかのように誇張して発表したと指摘されているものだ。新型コロナウイルス関連企業の株がテーマ株と呼ばれ、株式市場が連日動いている敏感な状況で、韓国政府の請求な発表により関連企業の業務に大きな混乱が生じている。韓国外交部は28日のプレスリリースで、27日に韓国製診断キット3製品の FDA 事前承認が異例の速さで行われたと述べた。また韓米首脳電話会談でムン・ジェイン大統領がトランプアメリカ大統領の要請に応じて韓国製診断キット支援の意向を表明し、これに対してトランプ大統領が即時承認されるよう関心を払うと言ったのに伴う後続措置の結果だと評価されると明らかにした。ところが29日午後6時現在、新型コロナウイルス診断キットの FDA 緊急使用承認 EUA 許可リストには韓国企業が1社もないことが分かった。シージェン、ソルゲントなどの韓国企業が FDA に新型コロナウイルス診断キットの EUA を申請しているが、まだ結果が出ていない状態だ。今回の発表で一部診断キット製造会社にアクセスが殺到し、
ウェブサイトが一時ダウンするなど様々な支障が出た。業界では、外交部は株式市場にデマを広める株価操作と何が違うのかという声も上がっている。外交部が政府主導の努力により韓国メーカーの診断キット輸出の道が開けたかのように宣伝したのも不適切だという指摘もある。青瓦台はこれに先立つ17日、韓国の診断キットをアラブ首長国連邦に輸出したと広報したが、契約した物品がキットの一部である輸送容器であることが明らかになり、誤張発表だと指摘されていた。現在韓国政府は来月行われる国会での総選挙に向けて、いかに我々政府の行っているのか正しいのかという、そういった話について積極的にニュースを作り上げようとしています。ですから都合の悪いニュースなどについては発表するものではありません。あくまでも自分たちの功績がいかに素晴らしいか、世界から評価されているのかといった、そういった肯定的なニュースを作り上げようとしています。今回のニュースについて言ってもそうで、最初の記事においては、我々というのは世界から評価されている。トランプ大統領が求められて、そのためにアメリカの承認が素早く降りたのだといった基本的なシナリオに基づいています。ところがこの話の中には様々な問題点があって、そもそもトランプ大統領はこうした話をしていないというのがアメリカ側の反応です。一方で韓国側だけが、こうした話を作り上げているのですから、かなり一方的な話であり、信憑性は低いと言わざるを得ません。またこの2つ目の記事で指摘されているように、そもそも事前承認といったものは降りていないという事実が存在します。この点についても最初の記事を出したハンギョレでは訂正記事を一切出していません。最新の訂正日時を見ると3月28日発行の3月30日編集とはなっているのですが、未だにその全文について何か、この文章には誤りがありましたといったような訂正記事が出ているわけではありません。もしかしたら単なる誤字があってそれを直しただけかもしれません。そのように大きな趣旨としては、韓国の製品がアメリカから求められ、そのためにアメリカのトランプ大統領が政治的な権力を使って、本来であれば承認に時間がかかるものを即時決裁したのだといったような、かなり間違ったニュースを流しています。それらはすべて、韓国の貿易体制が非常に素晴らしく、アメリカ化が評価されている。そしてトランプ大統領もこのような異例な措置を取ったのだという、自分たちの国に対する評価が非常に高いのだという、国内向けに我々の政府が正しいのだということを伝えるための政治宣伝を行っているのです。日本においてもこうした韓国政府の自画自賛に付き合うような報道機関というものも存在しています。ですから韓国の方がはるかに優れている、日本政府はもっと韓国政府の意見や助言というものを求めるべきだといった声もあります。しかし今回取り上げたように、今現在行っている韓国政府の行っていることは、あくまでも選挙目当ての部分が非常に大きく、そのために被害を小さくしようであるとか、我々のやっていることは素晴らしいのだといった自画自賛を含んでいる部分が非常に強くあります。ですから、韓国政府の言っていることというのをまともに受け止めるべきではありません。また2つ目の記事で、これは株価操作のためのフェイクニュースではないかと指摘されていたのには、この背景として、現在コスピ、韓国株価総合指数というものが非常に下落しており、全く上昇の機運というものがないからです。韓国経済というのは輸出経済というものが柱でありますが、世界経済は後退期にあります。ですから今後韓国の主力産業というものが大きく伸びるような状況ではありません。ですから株価は下がって当然の時期です。このような時期に世界各国から求められて製品を輸出できるんだという、世界からお金を呼び込もうというための宣伝工作だったとも言えます。しかし2つ目の記事で指摘されているように、まだ輸出許可というものは出ていません。ですから株価についても反転上昇するためのきっかけ作りとしても、この点は失敗だと言えるでしょう。こうして政府の発表も問題ですし、これをそのまま伝えるようなハンギョレのような政府御用達の報道機関もあるというのも問題です。しかしこの2つの問題によって生み出されているのが、ムンジェイン大統領に対する岩盤支持層と呼ばれる人たちの存在です。
どのように何回世論調査を取ったとしても、この岩盤支持層の人たちの評価というものはほとんど変わっている様子がありません。なぜどんなことがあろうともムンジェイン大統領に対する岩盤支持層というものが崩れないのか、その背景にはこのように政府が自分たちにとって都合の良い発表し、その発表というものをそのまま伝えるような報道機関が存在するというのも一つ大きな要因ではないでしょうか。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことをお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。